家康の動画100本ノックかな。こんにちは、家康100本ノックのお時間ですが、7回目ぐらいですかね。ようやく7なんですけども、100日後にはようやくこれから解放されるというふうに思っておりますが、無料プランと有料プランの違いというところを見ていきたいと思うんですが、前回ですね、家康にログインをしまして、ログインをすると近代の画面に入ってきてますので、システム管理から管理者が入って、したのですね、プランセットに行きますと、現在のプラン、何人が対象ということで画面を見ることができて、それぞれの機能の違いがこうね、ずらっと並んでいるというような状況になっておりますが、詳しい案内をもしね、よく知りたいよっていう場合は、もうぜひこの下にある動画を見てください。おそらくこれは YouTube に上がってると思うので、ここで見ていただいてもいいですし、この YouTube の適用欄にも置いてあるかと思いますので、ぜひねこれを見ていただくのがいいんじゃないかなと思います。有料プラン12のポイントっていうのも書いてますけれどもね、ここで、何が言いたいかというとですね、まず家康のポイント、まず無料プランがあるということです。なんと無料で使えちゃうんですね。使えちゃうっていうのがすごいですよね。打刻をして集計をして、普通に使えてしまうということなので、もしまだ、なんだろうな、こう全く、Excel で手で打ってますとか、紙でやってます、もしくは近代すらちゃんと取ってないですっていう人はですね、すぐに、こちらのフリープラン、無料ですね、前回の動画を参照に登録していただいて、こちらを、使い始めていただくと、データもなんと1年間保存ということでね、これ長いですよね、結構半年ぐらいでいいんじゃないかなと思いますけども、1年間保存してくれておりますというサービスなので、ぜひ使ってください。それからベーシックのプラン SM、 エンタープライズ SM とありますが、基本的には無料有料の違いということで、人数の枠が違うっていうふうに考えていただければ OK です。メールのサポートがありますよとかだったりですね、申請ワークフロー、いわゆる届け出申請の機能があるというものでしたり、有給休暇の自動付与、時間単位、それから勤怠アラートがちょっと増えたりね、レポートが増えたりします。それからプロジェクト収支の機能が使えたりとか、オリジナル時間帯集計、特定の時間帯の集計ですとか、あと他のソフトと連携する API ですね、それから管理者の2段階認証と、固定 IP アドレスということで、セキュリティも、アップグレードするには、有料版を使ってくださいというところなので、まず例えば管理者の方とか、労務担当者の方とか、社労士の方がですね、まずもう無料プランでポンと使って、試してみて、おお、なるほど、大体分かったということで、次に進んでいっていただければいいかなと思います。バナー広告って言ってね、広告もずっと出てきますので、全従業員に展開するときには、有料プランにぜひ切り替えていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、なんとですね、年間一括払いをすると2ヶ月分お得になるというようなこともありますので、ぜひこちらを使って、家康を使いこなしていただければと思います。おそらくですね、うちのこの100本ノックの3回目か4回目か忘れたんですけど、家康の近代ステップアッププランというのをね、我々テコデザイン独自で定めたものがありまして、こちらを見ていただくとですね、まずもう無料プランでここまで一気に走りましょうと、そして有料に切り替えて、より良い使い方をしていきましょうということもできますし、うまくね、集計が取れたら勤怠とか入隊者の手続きとかとも連携すると、よりバックオフィスの業務が楽になりますので、ぜひ家康の、有料プランを使えるようになっていただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。